山車ガイスピラストマジャポニカムは、山谷鹿の陸産貝類の一種。ごく平らな殻を持ち、蓋が円水型に高く盛り上がっている。殻は円座型で、螺塔はほとんど平らになっている。螺層は4.5層で、各層はよく膨らんでいて、つなぎ目は深くなっている。体層は大きくて丸い。殻側は滑らかで気褐色、光沢がある。殻口は丸く、 前向きにやや傾き、その縁は滑らか、分厚くなってやや反転している。へそこはとても広くて、その内側に全部のソ層を見ることができる。殻の大きさには、死ゆの苦型があり、メスの殻の方が大きくて体が6.4から7.1ミ、mm、リメートル、各径11.8から15.7ミ、mm、リメートルで、 あるのに対して、オスでは体が5.8から6.8ミ、mm、リメートル、各計11.8から15.7ミ、mm、リメートルで、ある。殻の蓋は丸くて、角質で、外側は円錐型に中央が高まっており、その表面に、螺旋の模様があってまるでハエのサナギのようにも見える。本州の中部以南、伊勢から四国、九州に分布する。国外では、朝鮮半島南部からも知られる。 林のもと、特に砂丘の寒木林のもとに多い。樹種としてはタブノキ、ヤブニッケイ、ウバメガシの下の落葉に生息する。ヤクシマ、種ヶ島、口の島には本種に似ているが体が6ミリメートル、角径10.5ミ、mm、リメートルとはっきりと小型のものがあり、これをヒメヤマクルマガイ SJ 中台という、本種の足とされるがかつては別種に扱っていた。 これ以外には日本ではルジの種はない。ありがとうございます。